どうもベニマルでございます。以前に紹介したこのアンペロ2ストンプというマルチプロセッサー、これ結構気に入っていてよく使うんですけど、そのアンペロ2に新しくステージモデルが仲間入りしました。アンペロ2ステージはアンプシミュレーター、マルチエフェクターなんですが、タッチパネルによる操作性の良さに加えて、ライブでも家でも使いやすいいろんな操作面の工夫が盛り込まれた機材になってます。最近のデジタル機材ってもう音がいいのはある種当たり前で、操作性の面で結構差が出ると思ってるんですけど、その辺かなり力を入れてるアンペロ2ステージ、その特徴とパワーについて見ていきましょう。最初にアンペロ2ステージでどんなサウンドが出せるのかざっくり聞いてみましょう。こんな感じで非常に解像度が高いというか、ノイズの少ないクリアなサウンドが特徴的です。かなりハイファイでワイドレンジなキャラクターですね。ではアンペロ2ステージざっくり理解するために実際に音を作ってみましょう。まずはブランクのパッチからスタートするわけなんですが、いきなり個人的に嬉しいのが、ここのスイッチを長押しするとバイパスができます。なんだそんなことかと思うかもしれませんが、こういうでかいマルチプロセッサーって意外とバイパスってすぐにできないんですよね。内部のエフェクト頑張って全部オフにすればいいんですけど、それでもマスターボリュームが噛んでたりもするので、アンプ直ライン直のサウンド音量をねパッと確認したい時とかこれ便利です。でパッチを作っていくわけですが、とにかくタッチ操作がめちゃめちゃ分かりやすいですね。空いてるブロックを触ってアンプとかエフェクトとか選択していきます。スマホ感覚で操作できるのでマニュアル一切見なくてもいけますね。タッチだけじゃなくて物理つまみで細かく微調整できるのも分かってるなという感じです。これ自分の好きなソルダーノのモデルなんですけど、このアンペロ2、ソルダーノのモデリングにやたら力が入っていて、これモデル名見ると後ろに HQ、ハイクオリティとついてます。HQ があるの今のとこソルダーノだけなんですけど、おかげでさすがに音がいいです。アンペロ2クリアなサウンドなんでね、それがソルダーノとかなり相性良くて弾いてて気持ち良いですね。個人的にかなり熱い部分です。脱線しまくってますが、音作りに戻ってアンプの後ろに空間系エフェクトをインサートしてみましょう。空間系も最新のデジタル機材って感じのかなりリッチなサウンドですね。タッチパネル長押しするとメニューが出て削除できたり、ドラッグ&ドロップで場所の入れ替えとかもできて、とにかく直感的なのが楽です。あと個人的にツボなのが、こうやってポイポイすると雑にエフェクト削除できるとこですね。ここまでタッチパネルにフォーカスしてきましたけど、ステージモデルってことでね、演奏中の使いやすさもよく考えられてます。例えばアンペロ2スイッチがいっぱいあるわけですけど、これの一個一個の機能結構自由にカスタマイズできます。
普通マルチっていうとスイッチごとにパッチが切り替わるの、これありがちですよね。もちろんそれもできるんですが、ここからストンプモードというやつに入れて擬似的なペダルボードみたいに使えます。同じパッチのままで中のエフェクトをオンオフしたり、あとパラメーターだけ変える、アンプのねゲインだけ切り替えるとか、そういうのもできます。わざわざ細かく分けなくても状況に応じて対応できますね。他にも例えば自分は左足でタップテンポ踏むからタップテンポは左端にしたいなとか、そういうこともできます。まあ、そういうのを含めてアンペロ2ステージ、音作りでも演奏中も使いやすさにこだわってる感じですね。後半はサウンドというかアンプやエフェクトのモデルについて掘り下げていきましょう。まずアンプ、これ種類めちゃめちゃ多いってわけじゃないですが結構揃ってます。こういう定番どころはもちろんバッドキャットとかドクター Z みたいなちょっとマニアックなところもあります。ハードウェア自体がワイドレンジなので、こういう箱なりっぽい感じからジャキジャキもズンズンもいろんなキャラクターが表現できますね。キャビネットはシミュレーションと IR が使えるんですが、個人的によくやる技がこうやってスイーッとすると内部でパラレルにできます。で、同じキャビを2つ用意してそれぞれ別のマイクにすると疑似マルチマイクができます。57とロイヤーのリボンマイクの組み合わせとか定番ですよね。あらかじめ組み合わせを再現したミックスっていうマイクモデルも用意はされてるんですけど、自分でパラにするとまたちょっと音が違うし、バランスも自由に取れるのでおすすめです。あとこれも面白いのがパワーアンプというモデルがあって、これ使うとパワー感、真空感の違いなんかをシミュレートできます。マーシャルアンプなのにアメリカっぽいチューブを選んだりとか、そういうこともできますね。するのとはまた違った感じのサウンドメイクができるので、いろいろ試すの楽しくて時間を忘れますね。その他のエフェクト、ディレイとか歪みとかも定番どころは当たり前にあって、特徴的なのがラインナップに妙なこだわりを感じます。例えばディレイ見てみると、テープとかアナログとか普通のの中に急にエコープレス80、900、999とめっちゃ細かく分かれてます。これマクソンのアナログディレイのモデルみたいですね。かなりクリアなのでこういうアナログの減衰がはっきり聞こえるのいいですね。他にもブースター見てみると、これパッと見わからないんですけど、この3つ実はエキゾチックの AC、RC ブースターと BB プリアンプ、下の方に行くと EP ブースターもあります。プリット感が確かに EP っぽいですね。こういうところどころディープなのが個人的に楽しいところです。
まあ、実際 BB プリアンプとかね、自分も実機大好きなので、アンペロ使うときはメインのオーバードライブに使ってます。あと忘れちゃいけないのが、アンプにソルダーの HQ というのありましたけど、リバーブにも HQ があります。それがこの EMT140。レコーディングの世界だと有名なスプリングリバーブなんですが、かなり複雑かつ解像度の高いサウンドですね。アンペロ2ステージ結構 CPU パワーがあるので、重めの空間系もチェーンできます。最後に他のマルチとか先に出てるアンペロ2ストンプ、この辺と比べるとどうなのかというお話。まず他のマルチと比べてアンペロ2ステージの明確な特徴としては、やっぱり操作性、これはもう十分語りましたね。最強と言っても過言ではないと思います。一方でこれは表裏一体なんですけど、サウンドのキャラクター、これは好みがあるかもなとは思います。ハードウェアレベルでサウンドが非常に綺麗というかハイファイです。ワイドレンジ、クリアなサウンドが気持ちいいんですけど、逆にもっとダークだったりミドル重視なのがアナログっぽくて好きだと感じる人もいるかもしれません。なのでぜひ実機の音聞いてみてほしいんですけど、一個注意というか、アンプというかキャビネットモデルを選択した時にデフォルトのセッティングがかなりトレブリーになってるんですよね。マイクが57、ポジションがキャップセンターっていう、これ知ってればいいんですけど、何も考えずにパッと弾くとジャキジャキの音でスタートするので、これ実機で音出す場合は思い出してほしいですね。でもう一つ、アンペロ2ストンプと比べて、この2つ基本的に出せる音、エフェクトとかアンプモデルは全く同じです。なのでシンプルに取り回し、スイッチ回りとかで選んでいいと思います。ストンプはタッチパネルで音作りしてる分にはステージとほぼ変わらなくて、何より持ち運びが楽でいいですよね。ただやっぱ演奏中エフェクトをオンオフしたりとか、シーンごとに音を頻繁に切り替えたりとか、そういうのはステージモデル。フットスイッチが多いのは当たり前なんですけど、スイッチに機能を設定する画面とかがストンプよりだいぶ分かりやすくなってるので、そういった使い方を想定している場合は特に良いです。ちなみに音は同じって言ったんですけど、ステージの方コンバーターに ESS のちょっといいやつを使ってるので、よりねローノイズかつワイドレンジな感じになってます。自分で弾いてると結構差を感じますね。意外に値段もストンプとステージそんなに変わらないので、どっち使うか難しいですね。ってことでアンペロ2ステージの紹介でした。もともとアンペロ2ストンプの方自分かなり使ってて、単純にねスイッチが増えただけかなと思ってたんですけど、 UI がさらに洗練されてたり細かい使い勝手が良くなってて、分かってるなといった感じです。ステージモデルですけどでかすぎないので、ギグバッグのねポケットには入るし、デスクトップでオーディオインターフェースとして使ってもいいので、マルチプロセッサーのこれからの有力な選択肢になると思います。個人的にはソルダーの HQ 以外のいろんな HQ が増えるのを楽しみにしてますね。マッチレス HQ とかあったら激アツじゃないですか。ビッグマフ HQ でもいいです。ぜひお願いします。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。